はい、ですね、7月22日、鬼怒浦港まつりの花火大会ですね。すごかったですね、本当に。一番ラストのグランドフィナーレ。もうあれ、すごいっすよ、ね。本当3年分のスターマイン。3年分のグランドフィナーレやったんじゃないかっていうぐらい、もう迫力めっちゃありましたね。本当に。最初から最後まですごいいい球が上がってて、で芸術球の時かな、三重心が上がって、あの40の円を、丸い円が40のやつね、あれ上がったんだよ。あれ上がった時もう マジで取り当たって、おすげえっつって、で家帰ってからちょっと親に自慢して、上がったよってしっかり取ってきたよっつって、で見せて、すげえじゃんって言われて本当に、いや、マジでね、本当にやっぱり、すごいこだわりになるんですけど、ハンダ側から撮るより壁欄側から撮った方が絶対いいですよ。なんでかっていうと、ハンダ側から撮ると、その、生えとる木とかコンクリートで少ししか、なんか、下でチカチカになってる演出とか撮れないんですよね。なんで、海底トンネルくぐって壁欄側で撮った方が、もう正確にね、全般で引導を撮るんで、尺玉、一尺がちょっと少しだけ かけちゃうかもしれないけど、その動画に収まる。あ、でもあの時ちょっとズームしとったな。ピッてやったら収まったかもしれないね。途中からピッてやって収まるようにしたんですけど、とりあえずね、本当にちょっと感想動画撮って、今動画もカメラ回してるんですけどね、え、すごい、いつもよりワンサイズでかいし、本当にもう花火近すぎて、もう近距離すぎて、尺玉なのに見てる感覚としては二尺玉みたいな、めちゃめちゃでかいんです。磯貝さんは次また5年後かな。前そういう話聞いたんですよ。なんでまた楽しみにしてます。で、今年ね、新作尽くし、新作めっちゃ良かったんで、めちゃめちゃ良かったですね。あとね、すごい良かったのが、睡蓮の花。あれ、本当に秋田大曲のテレビでやってる BS のやつ、あれでしか見たことなくて、あれ見た時に、生で見てみたいと思ってたんで、本当今年ね、それも見れて本当に良かったし、あとなんだっけ、あれ、菊崎ボタンと錦鯉と、あ、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、菊崎ボタンのあのこう小中大とこうザーってね、スターマインになってくやつ、あれ本当めっちゃよく撮れすぎて、 TikTok にも僕は上げたんですけど、ついついね、いい感じに撮れすぎて、他の人の動画かなみたいな、もう俺が撮った動画じゃねえよなみたいなすげえ、やっぱ壁欄最高っすね、壁欄のあの場所。なんでまた来年もね、来年は半田主催だと思うんで、若松さんですね、楽しみにしております、めっちゃ楽しみですね。なんで来年はもう半田主催、そうね、プログラム、このパンフレットもらって、こう花火玉の名前が何上がるかとか、もう時間とか書いてあるやつあるんですけど、
それはね、まあ、市役所行ってもらってきて、今年の夏は決まりすぎて、ほんと満足度がやばいっすね。僕の動画って2日3日じゃ、まだ再生回数が40、40いくいかんっしょって感じなんですけど、今日朝見たらね、絹浦港の動画が200いくついっててびっくりしました。 で、まあ、絹浦港のね、今年の動画はヘッドホン、イヤホン推奨にしてあるんで、皆さんぜひまだ見てない方、こちら、これだよ。見てください。ぜひね、そのまま見てもいいですし、まあ、おすすめとしてはですね、あくまでおすすめとしては、ヘッドホン。してもらうとめちゃめちゃ楽しめますね。音もいいし、すごい。やっぱ音にこだわるかな。普通が100%なんだけど、プラス33%ボリューム上がってるんで、よりね、その視聴者さんもそこに行って、まあ行ってないけど、そこに行って見てるかのような感覚で、そこに行って花火の音を聞いてるかのような感覚で視聴してほしいんで、毎年ね、こうヘッドホン推奨にめっちゃこだわって、イヤホンで、まあ、今回ね、ヘッドホンだけなんですけど、前回はすごい、もうイヤホンで聞いたらどうなのか、ヘッドホンで聞いたらどうなのか、いろいろ確かめてボリューム上げてやってるんですよね。いや、これからもね、よろしくお願いします。今週の土曜日は僕がやる数分のお詫び、江戸時代の花火を再現する花火をやっていこうかなと思ってるんで、お楽しみにしておいてください。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。